司書教諭とは、学校図書館のために置かれる教員のことである。学校図書館司書教諭とも称されることがある。学校図書館法の第5条の第1項には、学校には、学校図書館の専門的職務を司さどらせるため、司書教諭を置かなければならない。と定められている。死書教諭は、主観教諭、指導教諭、または、教諭を持って当てる。この場合において、 当該、教諭、当該、主管教諭、当該、指導教諭は、司書教諭の講習を終了したものでなければならない。司書教諭の講習を受けることができるものは、教育職員免許法に定める、小学校、中学校、高等学校もしくは特別支援学校の教諭の免許上を有するもの、または大学に2年以上在学する学生で62単位以上を習得したものとされている。 そのため、大学や短大を卒業したが、教員免許は何も持っていないものや、幼稚園教諭、養護教諭、栄養教諭の免許のみのものが、司書教諭の講習を受けることはできない。もっとも、司書教諭の講習を終了しても、主管教諭、指導教諭、または、教諭の職にあり、司書教諭として当てられなければ、司書教諭となることはできない。司書教諭は、 1953年に設けられた制度であるが学校図書館法の不足第2項で当分の間死所教諭を置かなくても良いと定められていたため死所教諭の配置が遅れた1997年にこの規定が改正され死所教諭を置かないことができるのは2003年3月31日までの間となり政令で定める 規模未満の学校にあっては当分の間置かないことができることとなった。改正に基づいて学校図書館法不足第2項の学校の規模を定める政令が定められ、司書教諭を置かなくても良い学校は学級の数とを合計した数が11以下の学校となった。司書教諭となる教員が揃わなかった頃より学校図書館の業務に対応するため事務職員や 実習助手から指名された学校司書が置かれてきた。以後、学校図書館では、司書教諭と学校司書で学校図書館を担当する体制が通例となっている。司書教諭が置かれている学校は、平成19年5月時点で12学級以上の学校のほとんど11学級以下の学校も含めると、およそ6割である。ありがとうございます。